モチタン選手は暴れたくてしょうがないでしょうね。失点中両国のあのびっくりしました、あの乱入。そうなんですよね。ですからミロンさん、今日一番の注目はティタンと言ってもいいかもしれませんね。本当そうですね。このブシ選手と話す機会があったんですけど、はい、全然知らなくて本当にびっくりしたということを言ってましたね。あ、そうですか、はい。まあ、LAJ のメンバーちょっとあっけに取られてる瞬間というのがありましたもんね。ありましたね。ですからティタン選手が決断してですね、こう自分がこうしっかり成り上がっていくためにという選択して一歩踏み出したってことですね。そういうことになりますよね。何かこう毎年ですね、秋になるとこの LIJ に、まあ、メンバーが増えるといいますかね、はい、何かが起こる動きがあるっていうところもファンの間では言われてますよね。そうですね。あと、まあ4月の両国でも真田選手が来たりとか、両国っていう場所っていうのはね、こうパレハが来るっていうのはありますけども、ただこう内藤選手とかが招ったり誘ったりせずに自分からいきなり来てしまったっていうのがこのティタン